はいどうもおはようございます。まあ、7月になりましたね。また新しい気持ちで、このモッピーをやっていこうかと思います。まあ、私が今回やろうと思うのは、久々に、すごい久しぶりに、もう1年ぶりくらいにね、クレジットカードを作ろうかと思うんですよ。というのが、JCB のプラチナカードを使っていたんですけども、これがですね、ザ・クラスに、カツ上げされると思ったんですけども、まだまだカツ上げできそうにないので、ちょっとね、プラチナは年間費用かかりますんで、これを解約してね、 もう次回からこれ使おうと思うんですよ。P1 カード。この P1 カードの特徴ってのは、あの、クレジットカードのキャッシュバックが自動的に行われるってことなんですよね。具体的に言うと、1ヶ月カードでいろいろと買い物するじゃないですか。で、引き落としの時に、この P1 カードが利用金額の1%を自動的に差し引いた分を請求ということになるんで、手間いらずなんですよね。 あの、ポイントが付いたりとか、何やかんやってあると思いますけども、やっぱり現金がそのままね、1%割引になった方がいいかなと思います。まあ今消費税が10%っていうことを考えると、まあ消費税9%みたいな感覚かなっていうところですね。で、今回カードを作ると、8000ポイントつくんですよ。で、キャッシュバックが最大1万2000円って書いてますんで、多分私1万2000円もらえると思うんで、合計で2万円になるかなと思いますね。 で、これにも書いてます。年会費無料。これが大事です。年会費が、あの、かかっちゃうと、本当に意味がないんで。年会費無料で自動的に1%オフ。これが P1 カードの特徴で、もう私ね、10年ぐらい P1 カードを法人で使ってるんですけども、今回は、スタンダード個人のカードにしようと思います。ブランドはずっとマスターだったんですけどもね、法人の方は。今回、個人の方をビザで使えるということなんで、まあ、使いやすそうだなと思いますね。はい。えー、まあ、審査は問題なく通ると思いますんで、ポイントゲットから、 作っていこうかなってところですよねで申し込みはこちらって書いてますカードは6種類あるのかうんまあお財布があ黒なんで目立つ色がいいかなと思うんで黄色にしようかなと思いますね私の場合はでネット入会申し込みって書いてますよねお申し込みはこちらまあこれを色々読みながら申し込みはこちらということで通常通りやっていこうかなと思いますえインターネットの入会申し込みってありますよねはいまあ既に P1 カード私使ってますんで審査はすごく簡単に取ると思いますね いろいろ書いてますけども、もう使い方、もう何回もこれ読みましたからね、以前の法人カードを作るときに。えっ、ー、と、未入力の項目がありますって書いてます。なんでしょうか、一体。あ、これでいいのか。はい。ここにチェックすればいいってことですね。はい。で、どんどん進んでいくわけですけども、ブランドは今回はビザにしようかなってことですね。JCB はね、日本の固有のカードではありますけども、使える範囲がちょっと広い。 わけではなくて、一番あるのがマスターなんですけども、マスターは法人カードで持ってるんで、今回はビザで作ろうかなってことですね。で、個人に、あ、これ色をね、まあ、イエローがいいでしょうね。あの、目立つ色がいいんですよ。なくさないように。あ、ネオンイエローへえ。ネオンイエローにしましょうか。どんな色だろう。<laughs> はい、あとはいろいろとこう入力して終わりってことになりますので、あとは割愛させてもらいます。で、入力が終わると、 あとは数日間すると、書類が送られてきて、その書類に正式に記入して、その書類を変装すると、まあカードが作れるってことですかね。まあこれによって、モッピーで8000ポイントもらって、利用に合わせて、あと残り12000ポイント。これで2万円ゲットということになって、あと私もね、メインカードを切り替えようと思ってたところなんで、ちょうどタイミングがいいかなってところですね。はい、じゃあ今回は以上です。じゃあ、皆さんもね、ぜひ、 こういったところでカードを作ってみてください。で、えっ、ー、と、まだね、モッピーにアカウント作ってない方は、動画概要欄に、えー、モッピーのアカウント、こちらからどうぞっていうのをやりときますんで、そちらの方を使ってください。また、紹介コードをつけておきます。紹介コードで、えー、登録すると、最初からね、ポイントがついた状態。つまり、何百円だったか忘れましたけど、300円か500円、もらえた状態で、モッピーをスタートすることができますんでね、お得だと思います。それでは今回は以上です。